ジュニアさんどうも。はじめまして。自分の名前は生きる伝説。初代高橋義と申します。今日なんですけどね、先日購入した22ステラ。こいつを、明日、試投レビューしようと思います。世界一のスピニングリール。っていうかもう世界一の、リールと言っていいよね。シマノのステラ。で、そのステラの使い心地とか、実際初めて使った時、どういう使用感なのかとか。で、今日は、2022年の、12月15日、明日が、2022年の12月16日になるわけで、で、また巨大な青物を借りに行くんだけど、その実践で使ってね、その死の後のインプレイレビューじゃ意味ないと思う。死の後のレビューじゃ意味ないんで、現場行って投げて釣って、実際魚を釣り上げて、どういうようなそのドラッグ感だったり、使用感、あとどういうトラブルがあるのかとか、いろんなものをね、ちょっとこれ本当にガチのインプレイになるね。何でもかんでも褒めりゃいいってもんじゃないから、やっぱ欠点あったら言ってくし、それ YouTuber の役割じゃん。やばいよ、巻き感。ピーが絡んじゃった。ちなみにこれね、P2 号巻いてる。いろんなレビューやってないかな。22ステラ。初めて実地で使えるこの幸せ。ここに書いてあるのがまた高級感誘うよね。これステラって掘り込んでる、掘り込み、もう合体のもう合成感というか鉄の塊だよね。これ持った時にもうガチッとしてるから、道具としてはもうこれ以外ないよね。ほいで、ちょっとここでちょっと動画ね、スティーズこれ使ってないんだけど、ちょっとトラブル起こしてな。これ随分5年前に買ったやつやな。これもまた使おうか。行きましょうかい。ということでね、明日に揃えてお好み焼きが来ましたけど、なんせこのステラですよ。このステラ見てるだけでこれがもうやばいですよ、本当に。22ステラ。木口さん。22ステラいいね。これまだ使ってない新品ね。ちょっと巻いてみて。かっこいいよ。巻いてみて。物が全然違うから。どう？めちゃめちゃいい。いいでしょ。めちゃめちゃいい。何これ。ステラでないと取れない魚がいるから。あ、何これ。だから普通のベイト、とかスピニングでも釣れるんだけど、チョーク半分だな。ああ、これはいいわ。ステラでないと取れない魚が、うわ、倍釣れる。ジュライさん、このこれ22ステラなんですけど、菊池さん、物が全然違う、違うね、これ。これずっとこれ回り続ける。もう別世界。ベアリングがすごいから。別世界、これは。回り続ける。だからさ、菊池さんさ、22のステラさ、これ使うと超過倍になる。倍になるかもね。普通の魚じゃ、普通のね、流じゃ取れないもん、取れるから。これだったらもう疲れない。ちょっと巻いてみて。巻き全くね、疲れがこれない。でこれでないと取れない魚おるから。おるね。これ止めて止めて、ちょっと何回でも回れる。ブレるからブレるから止めて。回るんだよ。下見せて。下下こっちか。ああいいね。こうか。うわあ、こうか。うーもうね、これ別世界の。うわすごい。全然違う。木口さん、明日さ、手が凍ると思ってお前これ買ってきたで。ちょっとこれ上やると汚いから。釣り具のブンブン行ってさ、手凍るじゃん。もう寒いよな。買ってきたで。いいやろ。買ってたの。それがないとダメやろ。ちょっとお前上でやるなよ。ホコリが落ちるから。お好み焼きに近い方がいいから、あ、いいじゃんこれ。だから昨日さ、釣りした時さ、強風でさ、手が動かんなったよ。動かんなったな。1時間で、ものの1時間で指が動かんくなったから、これがないと明日寒いから、風もちょっとあるから、指ごわんくなるから、これ必要やろ。必要だな。ないと多分釣りにならないな。そうで、これ念のためにちょっと用意して、いるいる。これだいぶ助かるだろう。明日最低気温2度。木口さん、これ家から持ってきたんだけど、浜をいっぱい買ってるの。浜を好きだもんな。ちなみに、
どんだけ悪かったかというと、あのデカバスが釣れた時に奥琵琶湖で20個買った。20個も買ったの、うん、だから家にまだ10何個、まあ結構露出するよね。そうで、まあ2つ持ってきゃ、車の中にも3つぐらいあって、これはもうこれしか投げないから、そうで、これで投げて、まあちょっとこっちイワシカラーで、で菊さんのためにちょっと追加で、まあいろいろ、なんか買ったの、うん、まあちょっと安いやつやけど、これ800円とかの、これはね、ジャックアイの、これちょっと良さそうじゃない？そうやな。あの、バスも釣れそう、バスも。バスもだけど、まあブリとかサワラ、うん、イワシ系で、あとこれ見て。これ何これ？それもサワラ。強輪って書いてあったから、30グラムあるから多分サワラとかいけるじゃん。どう？身の音は違う感じだね。まあまあ、なんだろう。あ、これが一番いいね、これ。これな、強輪の。サワラッシュ。え？これサワラッシュが好きなの。たまたま釣れてからでしょ。サワラッシュ。ただ、値段的にはこれサワラッシュって安いのよ。ああ、900円、800円で、こっちがちょっと高い。1500円か。あ、そんなすんの？2000、1800円だったかな。ちょっとこのサル、いいものやつ。で、このサゴシ。これも800円ぐらいだけど、めっちゃいいじゃん。これ安くて釣れるっていう。ね、ここに書いてあるよ、これ。安くて釣れる。これ800円。サワラッシュ的なやつだな。サゴシってやつ。台、う、湾、ん、だもんな。そう、同じやつ。で、これもサゴシ。ああ、いいな。いいでしょ。うん、やっぱこういうね、あの、あとこれ、あ、これも今ジャックアイ2つで。で、これ、菊さん、これが重要じゃん。何？これがなかったら。ああ、これな。切られてた。ハマオにはこれいるわ。でもな、これにサワラッシュつけると、うん、動きが悪くなる。書いてあるよ、でもこれ。ルアーの動きが悪くなる。生き生き動くって書いてあるよ。いや、動き悪くない。悪くなる。お前何、明日もつけないの？いや、迷っとるよ。あのな、うん、言っとけど、ブリならいいわ、うん、ブリなら多分口、牙ないや、うん、サゴシ、俺の時全部丸飲みしとって、うん、あれつけてなかったら完全に切られるぞ。まあなあ、だからでも動きがな、迷っとるな、俺な。しかもさ、小川さんだったらつけないって言っとったもん。それは小川さん流で、うんうん、動きが悪くなるからよ。だろ、うん、だから悪くなる、なる可能性がある。ベテランの人が言っとんだけど、うん、まあ、俺はもうこれ使うとさ、まあ、浜はね、尻がプルプル動くじゃん、うん、そうそう、自動で。だからもう動きがいいから、うん、まあ、あとあの日浜王しか食わなかったよ。そうやな。いやー、キフさん、これの焼きうまいね。明日王ちゃんも来るで。お、今メール来た。明日やりますって言うて。でかいんか。ああ、うん、だから明日おーちゃんと俺とまだ3人で、うん、でかいの取り行こう。お好み焼きってなんでこんなうまいんだろうね。うん、うん、美味しいよね。よいしょ。これやって、あなたマヨネーズかける派？かけるよ。あ、出ないマヨネーズが。うわぁ、これうまそうや。これがまたいいのよ、この鰹節みたいな、鰹風味の。これがね、味を出した。マヨネーズがあんまりないな、これ。うん、今出んかったの。出にくい。で、青のり。ちゅうことでね、やってきました。ちょっとまたね、でかいやつ。あと今回特別ゲストでまた来ていただきました。どうも、天才釣り師のおちゃんです。あー、鬼です。鬼です。やりましょうか、皆さん。やりましょう。で、見た、これぐらいの釣りましょう。こんなん。もう、今日は絶対釣れると思います。本当ですか？で、今回僕は、はい、22ステラ買っちゃったんですよ。買ったんですか？そう。で、テーマは、22ステラは、釣果が倍になるって聞いたんですね。本当ですか？リールで釣果が倍になる？もちろん、YouTuber の言うことだから、本当かなってわかんないですけど、22ステラを使うと、釣果が倍になる説を、検証動画です。気になりますね、それは。おちゃんはこれはモアザン、いつのモアザンかわかんないですけど、モアザンですね。こっちもモアザン、こっちもです。ただサイズが違います。リーダーはリーダー8号ですね。あ、もうやってきてますね。はい、もう踏んできたんでこれガチ。あとはルアーつけて投げるだけ。なるほど。いや、今日は釣れるでしょ。今日は朝なんでいけんじゃないですか。全員1匹ずつっていうのがやりましょう。一匹一匹一匹っていうのが乗るまで、はい、釣りましょう。どうだろう、まあ運もあるもんね。まあ
そうですけども、やかみさん、ハマを使います。ハマを使いますよ。ハマを動員したんで。持ってきた。ハマを2本しかなかったんで。持ってきた。予備買い足したんですよ。オッケーオッケー。いや、ハマをマジで食うよ。はい。うん。ハマをですよ。ワイヤリーダー。ワイヤリーダーで来ます、今日は。それだったら、サワラが来た時、丸飲みされても、切れることもあるけど、リーダーで。これでいけるって言われたから。出しました。今日やれるかな、おーちゃんやれるかな今日。いや、やるんですよ。ね、目標は一人一匹ずつっていう、はい、ができればベストね。こんなの。篠田さん、状況はどんな感じなんですか今日は。状況は、まあ、まだぼっちぼっち釣れてますね。あ、サワラとブリ。これつけていきましょうか。多分それね、はい、企画外のやつ。そうなんですか。のような気がします。あ、じゃあ安全性を二重の。腰につけるやつですよね。ベルト調節してもらって、はい、安全第一で。これ桜マークみたいな。そうです。あ、多分それは桜マークついてるんじゃない。あ、そうです。あの、調べました。はい、ビビーなんで。ついてたはずですけど。ただ、つけておきましょう。うん、おーちゃん、これでもかっこ悪いでしょ。なんですか。なんとなく。なんか釣り上手い人はこういうの嫌がる。かっこ悪い、舐められるって。そのかっこ悪さがかっこいいかもしれない。必要ですから。今、四日市方面に向かってます、菊池さん。波がね、すごいからね。危ないっすね。おちゃんどうですか。いや、化け物の匂いしますね。向こうの方からプンプン引き寄ってくる。今日ちょっとブリ10キロクラス出るんじゃないかなと思って。メーターオーバーが出ますよ。ねえ。あとこのステラね。これ使うと超過倍になるの知らないから、みんなこれで釣ったるで。あー、これステラ釣れよ、これ。あー、ステラ。いやー、鳥がいてね、今ね、青物入ってるかもしんないよ。今ちょっと見てます。鳥がいるとその界隈でナブラが起きるんじゃねえ。ナブラ待ちですね。ナブラ来るな、もうすぐ。ナブラやね。出るんじゃないですか、ナブラが。出るよね。鳥がいるってことは、ベイトがいるってことですから。それ食いに来てるよね。ベイトいたら絶対下で青物がうろうろしてます。でかいの入るからね。ちょっと釣らないかんな。釣らないかんね。ただよ、お前のリールエクスセンスやん。おう、あれ、これ新しいやつ ?BB か。いつもこれだよ。だから超過が半分なんだよ。ステラを使えば倍になんだよ。これ巻き心地はいいけどね。いいの、これも全然大丈夫。まあまあ使えるよね。ワールドサウラーもいいもんね。そうやね。俺も好きなんだよ。ルアーがいい。サワラッシュ。え、なになに、何が釣れるんやろ。あー、ほんとや。おーちゃん、ハマおうか。やばいんちゃうこれ、この竿。やべえぞ。やべ、めっちゃドラグ出てくる。よっしゃ、よっしゃ。菊池、投げろ投げろ。ダブルヒットに狙うんだ。おーちゃんどう、気分は。これすごいっすね。もう脳汁がやばいです。ちょっとやばいやばい、来た来た来た。よっしゃ、おっしゃ、子供たちに、子供たちに見せて、見えるか、この竿の後頭部映して大丈夫なの、おーちゃん。あ、大丈夫です。あ、後頭部だけ。この画角、この竿を見て、やばい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 。おーちゃん、10キロ超えてね、これ。いやー、10キロあるかもしれんな。おーちゃん、日本記録だよ。めっちゃ走るんですけど、カリさん。やばいや、これ記録級かもしれない。このドラグの調整で、あとはそうっすね。ちょ、で、あ、危ない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 。おーちゃん、出てる出てる出てる。出すぎだ。でかいでかいでかい。ドラッグ出すぎ。ドラッグ出すぎ。もうちょい締めた方がいいですね。こう着。取ってよ、これ。よっしゃ、取りてえ、これは。朝一ナイスフィッシュだ。よっしゃ。菊池さん。浜尾の凄さ分かったか。浜尾しか釣れないんだよ。神さん、浜尾。いや、やっぱ浜尾やね。でも結構すんなり寄ってくるんで、そんな大きくないじゃん。あ、すんなり寄ってくる。すんなり寄ってくるかどうかわからないですけど。わかんない、これは。メーターとかではなさそうですよ。うわ、どうなんだろう、ちょっと。青物は青物でしょうけど、すごいダッシュする。サワラ？いや、ブリ？じゃないんじゃないですか。ワラサ？ワラサか、下手したらハマチクラス。あ、マジで？そんなでかくない。何キロ、おーちゃんから見た感じ。
2キロマジでそうでもない。そんなことはないから分かんないよ。寄ってこないわからないっすよ。結構引いてるように見える。いややっぱドラッグが緩かったんで、やっぱファイトしとる人の感覚で俺は分からないのよ。でも腕は痛いです。いや俺は 3.5 キロと見た。 3.5 キロですよね。分かんない。 3.5 キロやっぱこう順番も巡ってきたね。前回来ましたね、これ、おーちゃんの番だよ、今回、おーちゃんの回だよ。アマオフィスじゃん。アマオで、やっぱ、アマオ釣れます。釣れるのよ。食わせ能力高い。ちょうどね、俺とおーちゃんの間でツーボイがあってさ、俺もちょうど同じとこ通しとったよ。持ってきてたの。そう、で、おーちゃんの浜を。通り過ぎてから来た。あー。浜を見つけてる。来い。おーちゃん、これ子供たちに夢与えられたんじゃん。100万人の子供たちに。これはでかいぞ。菊池さんも頼むよ、一匹。ナイス、おーちゃん。ちょっとこれヤバくね、日本記録いってね。おーちゃん、これ新聞だよ。新聞社に、うん、記録出たっつって取材しに来いっつって。これちょっと竿やばいって、おもちゃん。ちょっともうそろそろ来た。俺これ 3.5 キロと見た。わかんない、これはどうだろう。いや下手すら5キロ7キロ、わかんない。ちょっとやっぱファイトする本人でないと。体の方もへたってきてるというか。マジで？曲がってきた？だいぶ近いんちゃう？これ。おお。抵抗するね。こっちの行動で。釣られたくないな。これはいい映像撮れてますよ、おちゃん。魚の顔が見たい。俺も早く見たい。もう来たよ、もう来た、もう来た、もう来た。上がってきてる、上がってる。あの、怖いって、殺されるって。もう命がけですよね、だって向こうは。人生一回しかないのに。釣られたら死です。そう。行政も1回しかないよ。行政がこれはかかっ、ね、今頃ションベン漏らしてる状態よ。怖えって。確かに釣った。多分何が起きたんだって。突っ走っとるな。よし、船から離れた。離れた、船から離れました。よーし、よっしゃ。あー、私が行った。やばいな、これ。あ、また船の下に潜り込もうとしてる。青物でしょ、これは。ブリ。あ、これブリだ。あ、おーちゃん、これブリだわ、ブリ。うん、この引き込みはブリじゃないとここまで引かないから。あとは日本記録いってるかどうか。もうブリは確定した。うん、もう30分ぐらいファイトしてる。30分はいいですよ。これブリだ、ブリ、ブリ。あ、ちょっと見えた、見えた、ほら、見えた。ブリだ、ブリ。でかい、でかい、でかい。ブリブリブリ。でかい。あ、これヒラヒラ、おーちゃん。ヒラマサ、ヒラマサ、これ。ちっちゃいマサ、ヒラマサ。でかでかい。でかいよ。おーちゃん。やった。やった、おーちゃん。これでかい。おーちゃん5キロあるよ。5キロあるかも。ごめんなさい。うわー、ナイス、おーちゃん。やばい、やったじゃん。うわー、なっ、おーちゃん、これやばいよ。やばいっすね、これ。これちょっと日本記録までは今回行ってないけど。いや、でもなかなかですよ、これ。自己記録行った？自己記録行ったかもしれない、この大きさは。
ボイルしてる。菊池、お前、早く。ちょっと待って。菊池。釣れるって。諦めるなお前。ただお前のルアーでも釣れるけど、浜を俺が投げんじゃ、投げるのやめとくわ俺。投げろ。じゃあ今撮影しとるから。釣っちゃうから俺が。譲るから。釣れ。ボイルしたとこに投げろ早く。俺が投げたら俺釣っちゃうから。70ちょっと待って。ネット外しますね。はい、はい、ありがとうございます。ルアーを取ります。いや王ちゃんこれちょっとサイズ70超えてるから7ですね。70ジャスト、7ジャストぐらいです。よっしゃ、王ちゃん持ったら。22ステラの巻き感がやばいわ。ヌルヌルで魚釣れなくてもいい。もうここまで来たらもうステラがねやばいんですよ。菊池さん、もうほんと今日ステラがやばいって。やばい、もうヌルヌルヌルしちゃって。何、美味しかったこれ。あー、チップスター美味しかった。おーちゃんどうかな、生物観察の方は。まだ出るんじゃないですか。あと1匹出るよね。出ますよこれは。なぶらんかな。おーちゃん厳しいね。甘くないっすね。午前中の2バイト1フィッシュ、あそこからちょっと食わない状態でボイルはすんだけど、お酒できません。おーちゃんどうこのステラ。どうすか。うわ、これはいいんじゃないですか。ステラでも釣れない。ステラでも釣れない。道具揃えても意味がないのかな。でもゴーちゃんだからモアザンだから釣れたんだよ。関係ないでしょ、魚にリールは見えないですよ。いやいや、の値段がね安いのは食わないから。いやステラの方が高いじゃないですか。これステラでないで食わない魚がいるはずなんだよ。おかしいね、俺たちのセリケバフィッシング。さあラスト1時間出るか踏むか。ステラならやれるでしょゴーちゃん。やりましょう。ステラならやれるでしょう。ステラならやれるでしょう。菊池さんどう思う。ステラじゃなくてもやれる。あんたそっちはやろう。ステラじゃなくてもやれる。なあ、あんた視聴者にこびはる、こびる系だろう。当たり前やお前。視聴者とかがおってんのも俺らに。一言言っとく。ステラじゃないと釣れない魚。無理は。青物は無理。そんなことない。青物はステラかモアザンでないと釣れない。魚から見えない。2000円のやつでも釣れる。この間2000円のやつやっとった。関係ないな。350円か。ああ釣れるけどな。一匹釣りたいな。でもボイルがな。なんかなさそうだね。こればっかりはタイミングだから出会えるかどうか。ということで皆さん、ステラの使用感なんですけど、正直めちゃめちゃいい。ヌルヌルしてる。こんだけヌルヌルするスピニングないよ。本当にまだ釣ってないな。これまだまだ入魂できてないけど、ただリールのものが違うから。高いからな。もう、まあ、値段というかやっぱり所有感がな。やっぱいいやステラは。おーちゃんロニー味入れ食いかい。 GT 入れ食いですよ。これ GT になるんですか。GT 銀ガメでかいじゃん。こちょっとでかいでかい今日一やん。おーでかい。危ない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 。よっしゃ、これでかくない。でかいっす。これ危ない危ない危ない。菊池さん、やった。でかいな。さっきからお前ちょっと何かが違う。トゥイッチング、トゥイッチング、チョンチョンチョンだよ。チョンチョンやってごらん。そう、1,2,3,4,5 だって。これでかいっすね。当たらんか。はい、来ますか。ヒルさん当たらんか。トゥイッチング投げてみろ。投げてトゥイッチ、トゥイッチ、チョンチョンチョン。やっぱちっちゃい方が釣れるんだ。ちっちゃい方が釣れます。そりゃそうです。おっしゃ、入れ食い系ちっちゃいと食ってくる魚もちっちゃいです。あーこれは銀ガメ。
よし、このキャスで釣れよ。頼むよ。右に流される。左に投げないかな。これ何ちゅう魚ですか。皆さん大変なこと起きました。30年やってきて笛吹き台の子供ティラピア。おーちゃん何これ。笛吹き台の子供です。何笛吹きかな。黒星笛吹きか偽黒星笛吹きか。 しかもすれがかり逃がします。ごめんね。おーちゃん神様池カツオですよこれ。違う違う、カツオ、カツオの子供。カツオ、池カツオはアジの仲間です。カツオの子供みんな。これえ、これアジの仲間。アジ科です。池カツオ。何これ。池カツオってアジ科の魚ですよ神様。やばやばいでしょこれ。やばくないですか。食べれる。食べれますけど。でっかくなったカツオなんだよ池カツオ。カライワシいますか。カライワシでかいですか。ここでですか。カライワシ70。おーちゃんブリップリやん。ブリップリですね。菊さんちょっと写真撮ったらこれで、ね、こういう菊池さんやったっつって。これこれ寒ブリですか。そうですね。ちょっとごめんね足で触って。太っ。太いっすね。うわやば。関アジみたいな。うわすげえ。すげえ。すっげえ。菊池さん、下野船ありがとうございました。今日もお世話になりました。ありがとうございました。今日はさ、とにかくさ、特別ゲスト、生物観察の鬼、チャンネル登録300万人になるんじゃないかっていう。300万人はいないです。生物観察鬼です。倍以上盛りましたね、菊池さんは今。どうですか、菊池さん、今日のステラ兆候。ステラのすぐ、ステラで。あと最後のこの、ちょっとカメラ切れて撮れなかったんだけど、銀亀味入れ食い。入れ食いだったんですよ。ただ、やっぱ王ちゃんがさ、釣ったの浜王のパワーで。浜王ですね。浜王やった。すごかったよ。やっぱり浜王か。カンブリ。浜王じゃないと取れない魚。そう。取れなかったね。ステラと浜王でないと。ステラか。ステラこれだけだった。でも銀亀が釣れた。まあでもこれとか多分ステラじゃないと取れなかった。これもステラでないと釣れない魚。これステラじゃないと釣れない。目が赤くなってきた。あとね菊池さん、ブラックバスっていうのはベイトでないと釣れないから。あブラックバス。うん。スピングじゃ釣れない。そうか。うん。釣り終わったら必ずここ来るけ。日光橋来るけ。菊さん何頼んだ。スタミナ定食。スタミナ定食美味しそうじゃん。サバもうまそうや。おーサバ。そうこういうの好きなのよ。あおちゃんやっぱ好みが出るね、はい、カレーの煮付けと冷やっこ。ご飯食べないの。わかめのそう。いやご飯と味噌汁頼みました。あ頼んだ酢の物ね。はい、これ性格出るねこれね。ちょっとカロリー高いな俺。いいじゃないですか。やばい、うまい。これたまらん。こちらもありますけど、よかったですか、ね、ああ、これでいいです。こちらもありますけど、大丈夫です。大丈夫です。サバやばい。懐かしい、こう豚汁。白菜入り。白菜入りですか、そう。豚汁。うん、なんか家庭の味。これうまいわ。ありがとうございます。おーちゃんカレーやん。カレーですよこれ。カレーの煮付け。ザブトンカレーの煮付け。あーめっちゃいい匂いする。うまいね。